はい、では、つながるサロンライブ配信、たいま始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、国ともしかです。はい、そして、はい、おまけのネオサです。おまけネオサちゃん、今日は、みんなでございまて出たり、えたりいたします。ここまで、前まで、はい、他の用事をしてください。ありがとうございます。 はい急遽ライブ配信ということでもう今今ねちょうどあのネオサさんとあかりさんによるフェニックスウォーターのね転写会がちょうど終わったところでもう体はもうぽっぽとしてますねなんかあのやっぱりお水はすごいですよねこう情報記憶しているのであのます、あ、ねあの今日のはつながるサロン のあの方にも本当いいよということで自分がつながりたいものと一緒につながるというグレードだったので,で特にね自分のその意思を水に転写してそしてその水に糸をねこうあの入れてこういう糸でこの人とつながりたいとかこういうご縁でつながりたいとかっていうことをあの思いをね込めていただくといいよということだったので本当 本当に、ね、そういうなんか忍者のような魔法使いのようなねことがあのできる時代になってきたってことですよね、まあ、思い出してきたっていうかね,ね思い出したっていうことでしょうねうん、うん、そうなんかそのもともとは日本人ってそういうことがすごく得意だった、まあ、できるっていうねそういうあの日本語を使っている人たちっていうのは、まあ、昨日ね本当にね本名がスメラさんっていう方の。 おお話を <laughs> 話を聞いいてみたいな許せもうね本当に素晴らしくてその方は、まああのえっと、ずっとねあの、まあまあ、この方の話は有名だと思うんですけど競輪選手の、ね、方でそれですごい事故ばっかりだったんですね、うん、でほとんどやっぱりそのあの競技の中でも危なくて自分だけじゃなくて落車する人たちがたくさんいる中であの祈りを始めたそうなんですよね。 もうそれまではすごいもうあのライバルと戦うっていうエネルギーだったんだけれども祈りを始めてからもう自分も怪我しないで一緒に走るレースの人たちも怪我しないのですごい喜ぶというような中で200勝された方なんですけれども、まあ、あの地球上の中のねあのいろいろなところに自転車で食べに行かれてもうヒマラヤの中でねもう本当にこうあのちょうどそのヒマラヤの水が湧いているところで。 黙浴をしてそのお水の記憶の中ですごい目覚めてそしてまあある聖者の方とねあのもう今本当にこうつながってそのもうその写真がまた本当にすごくてまたあのクローズの方はね <laughs> もう竜が白龍が、ね、こう巻きついているようなお写真だったりとかもう不思議な、ね、お話、UFO に乗った話とかもういろんなあのお話が出て、まあ、YouTube とか、ね、そういう一般の方たちにはなかなかお伝えできないのでそうやってオンラインとかもなしで直接会った方だけにっていうような感じで、ね、お話もされていらっしゃる方とそれから、まあ、あと本当に世界的にも、ね、有名なフリーウンタラっという組織が。<laughs> まあ本でね読んだりとかいろいろ噂には聞いてますけど実際がもうどれだけ素晴らしいあの方たちなのかっていうようなお話もまたあのあの別でねいらしていた方がいてあの本当にすごかったです。やっぱりねあのなんだろう結局このスメラなんですよね純粋さっていうこととそのまあ冷静が目覚めていく冷静の進化にしか興味がないっていうその成長とか あのそういう、ね、人間として生まれてこの三次元の世界には生まれているんだけれども何に一番こうフォーカスをしたいのかってなった時に。 あの自分の本当に大元とつながっていくでつながっていけばいかね今までのように勉強したりとかじゃなくても思い出していくっていうこととそして新たに他の人たちのいろいろな知恵だったりともうつながっていけるのでもうダウンロードしていけるのでそういうことが本当にね自在になっていくのに周波数というか音がもうとても 大事で,でまあそれをこう記憶してとどめておくためにはその水であったりとかっていうことなので昨日はね最初と最後にホラ貝がホラ貝をバーッとね吹いてくださってやっぱり丹田にねこう響き渡るようなものがあったので、まあ、今回ねあのこのジャンベの音とそれからねあ,のあかりさんも今クリスタルボールをね しててくださっているので、まあ、私の歌ということでこのやっぱりその音っていうものがすごくキーワードになっていて私たちの,その目覚めの時に私たち自身も周波数なので宇宙全体も周波数なのでその音とこう共鳴することによってそこが震えてあの今まで眠っていたところがこう起きていくんだろうなっていうことはすごく感じました。で特にまあ昨日の話のの話話中でこれ話していいのかな あれだけど、まあ、その、私も、その、歌をね、あの、もともとは英語で歌っていたんですよね。もう、あの、ニューヨークとかブロードウェイすごく憧れて、あの、ジャズ進化になりたくて、まあ、ニューヨークに行ってって言って、で、まあ、英語でずっと歌を歌ってたんですけど、あんまりしっくりこない。で、まあ、あと、あの、進化になる勉強とかね、そういう本当にこう、神様と一緒にこう、どうやって共同創造していくのか、この宇宙をって言ったときに、あの、まあ、その、大元の本部の、その、あの、 創始者がイタリア人だったので、イタリア語とかでこう聞いたりとかってしていたけども、何かちょっと違う。なんか本当に日本語使いたい。日本語で何かっていうふうにこう直感的になって、で、そこから本当に自分であの詩も書き出したんですけど、実はこの日本語の母音を主体とした言語、そして、まああの英語のように詩音を主体とした言語で、日本語っていうのは、あの、その、 普通にね、あウェオとかっていうふうにね、こういうものを書き聞くから、パピプペポとかバビブベオとかいろいろ合わせると76音あるんですよね。聞いたことありますか初めて聞きました。76なんです七十六音あるんですよ。で、76ってナームでしょナム。うん、ナモアミダブツのナームなんですね。うんうん、で、まあ、インドで言えば、それはナマハーって、なんとかナマハーっていうのも、サンスクリット語を日本語にしてナムって言って、キエしますって言って、まあ、 まあ、それがこう宇宙っていうことなんですけれども、まあ、全てのその、ね、南明法蓮華経とか南明弥陀仏っていうところでみんながこう唱えているうちに昔のああいうね弘法大師から何から本当にもういろいろな人たちがそうやって信言を使ったように私たちがそうやって言葉を使う日本語を使うというだけで実はこの日本語を使っている中で目覚めている感覚が虫とかと会話ができるっていう能力。 植物とか精霊だしと会話ができるとかっていう風になっていくっていう風にちょっと聞いてあまた証言さんのお話とも結びついたっていう風になってな、ね、もう特別な人がただできるだけじゃなくてもうみんなができるんだったらこれもみんなで思い出さないとっていう風に思ってねなのであの今回はもう素晴らしい全国ライブして回っていますけれども。 今回はもうジャンプが入りますし、クリスタルボールも入りますし、そしてなんと参加している皆さんにもうすずめの戸締まりをね、ご覧になっている方もいらっしゃると思うので、ご自身が本当にこの日本列島をね、あの、こうまあ、えー、なんていうのかな、やっぱりこう、 波動がこう上が上っていいくパワースポットというか自分自身が本当にパワースポットとなりそして土地もそうやって目覚めていただきそしてそこからの周波数でこう地球丸ごとっていうような形になっていけたらなと思っているので11月25日はあのもう,ぜひもうね最初の,そのトレーニングじゃないですけれども <laughs> さっきねちょっとあのエクササイズもやりましたがまず体をほぐして体を使って。 で表現していくっていうようなところで歌ったり踊ったりそしてね丹田をこう鍛えるようなちょっとねあの目覚めさせるようなことをやったりっていうもう今まではなんかこう聴いてるだけよっていうライブだったんですけどもう今回は。 参加するっていうことと、そしてもう最後の最後には、なんとそのスメラ伝授も受けられるっていうね、まあこれは人数限定なので、あの早めにね、お申し込みをということで、もうすぐ満席になっちゃうんですよ、スメラ伝授ができるのが。で、ネオスタさんの方で、<laughs> お願いします、もうちょっとパワーアップできるように、5めんとは言わず、なんとかっていうような感じでね、あの増やしていただいておりますので、まだ若干、ね、あの増えて。 あのそれ受けられる方があのできましたのでっていうふうには思っているところです。はいえいえいえ、うん、ね今日こ,のこれまで、ね、日本全国、ね今、今全国ツアーでやられてて、はいえー、ちょっとエピソードなんかも、ね、お話ししていただけると、うん、皆さんのね、前回、京都だったんですよね。 で、京都で、それで、やっぱり、あの、まあ私のライブって自分で歌ったりもするんですけれども、その方たちにね、ラーララーラーだけでも歌ってくださいとか、なんかここだけでもっていうようなフレーズをね、ちょっと歌っていただいたりするんですよね。で、あの、まあ札幌とかでもそうだったと思うんですけれども、あの、実は私たちって、あの、結構これをやりたいなと思って直感が降りてきます。だけど、その直感をストップってさせる、この脳がね、 あの思考がえそれやると恥ずかしいよねとかあのそれやったらさまたさあの時失敗したあのがっかりした感じが戻ってくるよねとかってこの脳が言うのでこの脳のの脳部部分と胸こがねこの歌うことによって喉が解放されてつながったって言って今まで言えなかったことが言えるようになるとか私も歌いたくなったとかなんかあの舞台に自分も上がって いいいいんじゃなかかと思えるっていうか今までだったら見てるだけの観客だった人生から私も参加したいとか私も言いたいことが言いたいっていうふうにして喉の解放されるっていうこのねチャクラあたりがあの解放される方がすごく多いです。それからあとあの日本人ってすごい女性が虐げられた歴史があって「あの黙っとけ」とかね男の人は「あのそ あの上でこう、ね、あのお膳で食べていいけども女性は台所にいてとかもう多分この世代の人たちお母さんがもう大みそかでもずっとねおせち料理作ってて「紅白歌合戦」なんか見たことない家族がねお父さんとか子供たちはみんなねテレビ見たりしてるけどお母さんはもうずっと働いてるっていう世代だったと思うんですよね。でやっと子育てからも解放できた そしてあるいはねあの夫に先立たれたって言った後の人生も長いですよね。でそこでやっぱりなんかこういうことがやりたいなって見つかったとかあの本当にね女性の方が。 元気になって帰られていくっていうのがもうとっても嬉しくてもちろん男性のね方もあのいらっしゃって本当に男性の方のお役割とそれから女性の方が本当にまた今目覚めてそして言いたいこと言えたりあるいはそういう負のね感情であったりっていうようなことをそこで解放してもうまさにねそこでねもうなんかみんな本当にこうバッと浄化というかもう泣かれてもうあの その涙で多分その感情とか自分の過去だったりとかっていうことをすごくこうすっきり浄化させないと新しいものが入ってこないんですよね。もう満杯もう感情として辛いとか悲しいとかっていうのはどっかにずーっとこう固まっていて固まり様のように固まっているので動きたいってなってもいざ動くとポキみたいな感じになっちゃうんで本当に柔軟していく時にはスペースを空けたいでその感情を自分でやろうとしても 自分でせっかく蓋したところなのであのもう戸締まりみたいな感じで蓋してし,してるところがある時突然何か誰かに言われたバーンで爆発とかなんかもうあの人すごいイライラするバーンみたいに、まあ、今土用なのでそんな感じで今爆発してるとしたらそれねもう本当に開いていい時なんですよっていうことで,で爆発して開いてなんかではなくてもう自らそうやって喜びの波動で開いていくっていうことで。 もうそこ行くと本当に自然にやっぱりこの愛と喜びと笑いに包まれてもう周波数がガラッと変わりますその負のエネルギーをそこでこう打ち消すだけじゃなくてさらにその愛と喜びっていうようなものがもうバーってなるのでもう歓喜というかねそういうようなものにこう包まれていくので自分自身の冷静が本当にこうだん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 周波数として上がっていくその周波数として上がっていくっていうのが あ、本当に子供の時はこれが楽しいと思ったんだよねとか、あ、こんななんか自分にまた会えたとかっていう感じで、本当に楽しいっていう方はもう始十笑いっぱなしでした。で、泣いていかれる方はもう涙ないだろうと思うんだけれども、まだ泣けるかっていうぐらいに、もうなんか前奏から始まる前から泣かれるとか、もう第一局目から泣かれるとか、もうそんな感じなので、本当にこう泣いてるところでまた笑ってるとか、 もうね感情をこんなになんか出せる場はないんじゃないかなって本当にあの思って皆さん笑顔であの変えられます、はいはい。すごいですね。うん、私たちもあの参加型の、ね、ライブってこれまであの、まあ、数年前やってたんですけど、うんうん、やっぱり笑いと涙 <laughs> なんですよね。い大事ですすごうん、うん はいあのー、やっぱり声を出すっていうのもすごく大事で,、うんでまあ、もちろん私たちの場合は体も一緒に動かしてもらってっていうこともやるんだけど、うんうん、やっぱり細胞を振動させることでどんどんなんか,いなんていうかなこれまでの不要なものがこう<お>ふるいにかけられてザーってこうね流れ込んで流れていくっていうような、うん、そんな感覚でなんか本当にみんなこう無邪気になるっていうのがこうポイントっていうか。うんうん 本当にあの子供の頃の、うんうん、思いっていうのがよみがえってね、うん、そ,そこがやっぱりこのライブ Zoom とかだとその辺がねなかなかそういうのが伝わらないんだけど、うん、ライブでやることでそういう、ね、音とその声と、うん、そして体を動かすっていうね、うん、そういうのが、うん、300そ揃ってねすごくそのライブっていうのは本当にやっててうん。 すごい迫力もあるし、特にジャンベは、うん、とね、うん、生で聞いてほしいです、本当。もう聞いたら、本当にみんなすごい、やっぱり違いますねっていうことをね、よくこの間もあのちょっと言われたんだけれども、うん、セッションの中でもね、もうセッションもそうなんだけど、うん、あの実際にあの音浴ライブとかってなると、うん、PA とか使ってね、大迫力でやるので、本当にすごいんですよね、なんかもうあの音聞いてるだけでも、わくわくしちゃうので。うん、そううだと思う、うんうん このワクワクっていう、ね、感覚がすごく大事ですよね大事です、まあ、感覚、互換を全部フルになんか発動させて楽し、うんうん、てもらえたらなって思います、うんうんうん 本当に今ね11月になって、まあ、11月11日っていろんなところでお祭りがねあって、まあ、宮崎の方のお祭りにはあのハワイだったりとかシャッサだったりとかポピ族の人だったりあとまあアボリジンの人とか私のね友人なんかもあの来日されているんですけれども、まあ、宮崎でーそのアースファミリーが集うっていうねこの先住民の人たちの,その儀式って大抵やっぱり。 音楽があるんですよ。もうあの、ジャンベ必ずね、もう古代のところから太鼓のね、あの、そういうのを、あの、叩くっていうのはトランス状態になっていくっていうようなところで、あの、ね、自分のその元の部分を思い出すっていう時に、あーいやーとかって言って、歌ももちろんね、シャーマンの人たちのもありますけど、やっぱり打楽器絶対にありますよね。本当に、あの、 すごい、やっぱり、あのー、アイヌもそうだろうし、あの、いろいろな、本当にこの地球のね、小民族の人たちの中にも、こういうスメラみたいなものはね、こう、あるので、それが代々こうね、受け継がれてきたところが、まあ、侵略戦争とか、この2000年の間に、もう全部がグローバル化っていうことで、同じ言語をみんな喋りましょう、みたいな感じで、英語、みたいになって、母国語が喋れなくなり、そして、 自分たたたちの完成である歌っっりり踊ということが、ね、こう禁じられて他の文化を取り入れましょうみたいになった時に私たちがその思い出せる手段みたいなものが、ね、こうなかったのでここからの時代はもうそういうものを取っ払って本当に、ね、無邪気に歌ったり踊ったりっていうふうになってそうするともう本当になんかそこで笑ったり。 なんかしてたらもう敵ももも味方ななくなるっていうかねもう本当にこの,あの自分の心の中が自分とつながって平和になってああこれが本当にあにいい状態だな嬉しいなっていう風になった時はやっぱり自分だけじゃなくて周りの人たちのねその笑顔っていうようなこともあのすごくこうあの欲してくるっていうぐらいに私たちが、ね、あのイライラしてる時っていうのは非常に冷静が低い。もうね、あの自分もあの 辛いから周りの人たちの痛みとかっていうところまでできないっていうふうだけど本当にこのしざがすごく上がって自分が喜び愛に満ちあふれた時っていうのは特にその日本語の「あいうえお」っていうこの母音っていうのは「ああ気持ちいい」とか「ああいい感じ」とか「うー」とか「ええー」とか「おー」ってもうこの私たちの「あいうお」だけでももう素晴らしいっていうこの感情が湧き上がるのでもうどんな辛い時でも「あ」 って言うだけでも、すごく気分がね、もしかしたら変わる、もう姿勢が変わる、声がね、なんか声とか姿勢とかで感情が変わるのであれば、使わないでないでしょうと。で、さらに響くんですよ、もうジャンベってもうね、ずっしんずっしんこの子宮のあたりに、むっちゃくちゃ来ますよね、この震え、すごいですよね。これバンと聞いたことありますよ うん、しあの子宮の研究をしている方がね、やっぱりそうです,はす,ごいです、ね。子宮ににダイレクトに響きまますって言われました男性って子宮ないかというとそうじゃなくてね、男性もやっぱりね、やっぱり響くところがバンってきて、でこれ多分、バンと消化体の方に行くんじゃないかなって思うんですよね。うんうん、そうですね,ね<ー>やっぱりもう全,全細胞を緩ませ、骨も全部緩ませ、ーンと通るっていうね。はい、うん なので本当にこうゆる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 というかねやっぱりそういう振動なのでこうゆるゆるっていうこの振動揺らぎっていうようなものが。 あの体ににとって万、ね、病も本当に良くなるだってやっぱりヒーラーの人とかでも、ね、遠隔でも治したりとかっていうのがこう、ね、あったりしますけれども私たち周波数なので祈りによってねあの自分だけじゃなくてっていうふうなのであの誰か、ね、あの思う愛,愛する人がいるのであれば、まあ、参加していただいてご自身が良くなることによってその揺らぎの振動でねあの多くの方にまた 会うことによってその方たちに振動がまたこう共鳴していくっていうことなのであのみんなと一緒にっていうふうに参加したいけれども、うん、大事な人がねちょっとそこにはもうあの参加できないんですっていうふうだったとしたら本当にあのご自身だけでもそのねあの温泉と一緒ですけれどもねあのやっぱり温浴するっていうだから温浴会をねされてたと思うんですけどうん五感を使って。 あの全部を使っていただいてそしてあの感情というエネルギーっていうのは普段本当だったらね私たちはその冷静のね高いところからつながっているのでもう常につながってるんですよ心臓が動いてるということはだけどその間に思考っていうのがあって止めてるんです。こののの思考っってていうのはいい使いいうは使方をすすれば夢の実現につながっていくんですよね ビジュアライゼーションしてねあのやっていくんですけど「あダメよ」みたいな「お母さん」みたいなもう守りたいから「あなたに危険な目に遭はあってほしくない」って言って守りたいので「そのあなたの,その失敗の体験あったよね」とかっていうふうにしてどうしても思考で止めてしまうし「今日あんなこと言われたあんな ことがあったとかっていうことに対して自分の感情っていうのでまた止まるんですよ。だから思考で五十パー減って感情で四十パーぐらい減って私たち力十パーセントぐらいしか使えてないんですよね。むっちゃもったいないんですよ。<laughs> でそれを、うん、使えるようにするにはもう毎日毎日本当だったら感情の解放したい。だからまあフェニックスウォーターのように毎日飲める水飲んでいたら浄化されてその感情も流されて。 何で怒っていたんだっけなみたいな感じでまあいやっていう風になってしまうそして思考も今までだったらくよくよ悩んだりとか心配したりだった思考が現実創造の方に使えるんですよ夢の実現の方に使いたいじゃないですか100%のもともとの力をその巣の状態に戻っていくスメラっていうのの巣は元ですよ大元根源とつながって100%の力が使えるようになっていくってそのためには トークショーでいいじゃないって思ったんですよ。私、こうやって喋る、喋るだけでいいじゃんって思ったんですけど、やっぱ違うんですよね。うん、音がすごい大事。音っていうのは、ね、あの、女にも入ってますよね。お音って読みますから、うん、男も音ですよね。音の子と音の名なんですよ。男も女も音でできてるんですよ。うん、なので、この音っていうのは、うん 日が立つでしょ日っていうのは太陽が昇るっていうことなんですよ。まあ、来年三匹、ね、あの木星が中級に入ってもう旭日の太陽っていうような意味があるんですけどあの受験に合格するにしてもね何でもそうでしょうけれどもあのやっぱりその太陽とか日がね昇ったとかなんかいろいろな言い方日本でするようにあの自分がこ,うこれをやるぞっていう志をね立てるとか。 ねあの「立つ」っていうのは自分が柱として立つであるとかっていうふうで自分が太陽なんだ光なんだっていうことを今思い出して立つことができるっていうそれを今ねあの音っていうことによってあそうだったっていうふうにして新しい志でね皆さんが立つ時が来たんだという時代ですので、まあ、11月いろいろなところで本当にお祭りがあってあのそれぞれのお役目のある方たちがこういうねダイブだったり あのイベント、水の祭りもね熊本の方で11月に開催されるようですし、まあ、私たちは24日は神戸ね神の扉っていうことでここもあの本当に表には顔も出てない名前も出てないという,もう本物のヒーラーさんが あのやってきますのでもうその方のお話もぶっ飛びますし、ね、ぜひ会いに来ていただきたいですしまあ25日はネオスサさんですからねもう本当にあのスサノーだったりとかねもうあのこの間も奉納されてるんですよね出雲大社でね。 すごいことだとだ思います。これだけね神奈月というかね神様がいないということでねあの、まあ、神在あ月とも出雲の方はね言われていますけれども私たち自身のその神であるというあのこの力を、ね、使って神様本当にこう名前のある神様たちと一緒にあのいろいろな共同創造をしていって。 そういう2000年がねちょうど始まりましたので後ろにあるその精霊ちゃんたちや自然や動物やいろいろな人たちと一緒にこうあの生きていくっていう上で日本語という私たちはいろいろな、ね、ものの声が聞こえるというその宇宙の、ね、宇宙語を話される、えー、あかりさんのように本来だったらそれができる能力をもう今こそ、ね、目覚めさせていけたらなというふうに思っていたりします。ありがとうございます、ね、おさんから お願いします。忍者ね、隠れ。忍者、はい、私が今度忍者を。<laughs> そうそう <laughs> ということで、パッと、はい、パッと現れましたち下、はい。私が下がればいいですかはい、<laughs> ということで、えー、本日は皆様ありがとうございます。ね、シカさんもね、素晴らしいお話ね、えー、いろいろ全国回っていただいたね、えー、面白いエピソード、そしてね、次の <laughs>、 丸いな。ね。ほんとね、えー。我々も行きたいんですよね。で,でも前立で準備しなきゃいけなくて、い用意がないんで、なんかこう、収録かなんか撮っていただいて、<laughs> 見せていただいたら嬉しいかなっていうぐらいな、なんか興味をそそるね、お話でね。で、11月25日、ね、我々こう、ライブをしますけど、ね、こうね、こう考えてみると、コロナ禍になっちゃって、みんなね、オンラインでね、満足しちゃってるんですよ。もう、あの、どこにも行かなくて、オンラインの良さ 簡単にみんなとつな、顔を出して話ぐらいはできるっていうのはまあできてますよね。で、まあ一部そのゆ、ね、オンラインでのセッションとか、そんなヒーリングも一応できてますけど、今回やる11月25日っていうのは、本当そういう分ではなく、まあ、温泉でもね、温泉のテレビ画像を見て、ああ、いいな、温泉いいなって確かにいいんだけど、実際その温泉に行って浸かると全然、その10枚も20枚もハッピーというか体感するじゃないですか。ね、ジャンベの音も実はそうで、 まあ、オンラインでね、いろいろはやってはおりますけど、全部の周波数がね、インターネットに乗らないんですよ。やっぱカットされてるんですね。で特にね、50Hz っていう重低音域っていうのはね、インターネットでカットされちゃうんですよ。でいく分ん伝わりますけど、ですからそこをね、実際のライブ会場に来ていて、ここまで重低音が出てるのかっていう、そのね、もう音というかね、うなりというかね、振動なんですよ。 で、振動を体にどんどんと入れていただくことにより、体の中に溜まっている、このさっきね、鹿さんが言われた、もう脳が止めてしまうとね、せっかくのひらめきをね。で、こう、親から言われたこととかね、こういろんなこう祖先からのいろんなこととかあると思うんだけど、それをね、どん,どん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 ね、その大きな重低音の振動のでね、こう、浄化していくんですね。で、どんどん、で、で本当にライブ終わった頃にか体が軽くなっちゃって、私、悩みなんか何もないわよ、みたいなね、なっちゃいますんでね。 ぜひね、足を運んでいただいて、ね。まあこれね、ご覧になっているところで、特にね、まあ近い方ね、広島とか岡山の方だったらもう全員来てほしいですね。で、滅多になくてね。で、その滅多にないチャンスのお話というのは、実はね、トリンティーチャンピヒーリングね、あの、拠点をね、広島から、ビア湖に今度変えるんですよ。この、ね、年末年始にね。拠点を変えます。ということなんで、ちょっとこう、広島でできることっていうのが今回が、まあ、まあ最後ではないけど、当面できないという格好になりますんで、えー ね、こう広島近辺、中国地方にいる方っていうのは、もう今回がもう最後のチャンスに近いことなので、あとはね、ビアコ周りでどんどんとこういうライブ活動もやってまいりますので、はい、もう広島県内の方、岡山の方、山口の方とかね、はい、近い方はもうこのチャンスにぜひとも来ていただいて、生の温泉に使っていただきたいと。<laughs> ね、で、塚さん、心をひね、あの温まるね、ね、えー、ハートを開く、えー ボーカルとお話を聞いて、そして、えー、ジャンベの重点をね、わーっと浴びて、そこで、えー、今回ねこう、さっきからこうスメラスメラってすごく出てますけど、やっぱりね、なんと言っても日本人の、まあ、究極のところってスメラなんですね。スメラのエネルギーがもうね、20万年前ぐらいからの、まあ、まあ、神的存在といいますか、まあそういう存在ですね。で、今世の中で言ってる三大宗教ね、キリスト教ね、で、仏教とか、まあ、イスラム教とかありますけど、 あれはもう、この数千、数年、数千年の話なんですよ。この辺の宗教でね。だから、スメラとなりますと、20万年前ですから、うーんと超古代で、もっと大きな存在なんですね。で、そこのエネルギー。で、今回はさらに、えー、スーパースメラマスターという、まだ皆さんにお見かけてない大きなスメラモノリスを使ってあります。で、で、このね、スメラモノリスっていうのは、まだ完全に目覚めておりません。 で、ここで皆さんに協力なんですが、来ていただいて、皆さんね、ご縁のある方がいらっしゃるんですね、我々のところにね。で、実際に触れていただいて、エネルギーをこ交流していただくことで、そのスメラモノ率がどんどんと目覚めてまいります。でも、このスメラモノですかってね、いろんなところでライブとか、こうセッションしていくわけですが、それ目覚めると、より一層ね、日本の皆様、そして世界の皆様が目覚められて、あー、今までこうね、そ思ってるのはね、まあ、世の中にいろんなこう、 えー、都市伝説とか陰謀論で負の予言とか話していっぱいあるじゃないですか。でね、我々がやりたいことはね、それを反転力でひっくり返したいんですよ。で、そこにはスムラのエネルギーがとても必要で、これと皆様の祈りのエネルギーが合わさると、いろいろ世間一般で言われてる負の予言、これを反転力でひっかる、ひっくり返してね、まあそんな予言何も起きてないじゃないすすごい今地球幸せじゃないっていうね、世界を作っていきたいんですよ。 でそのためにはね、ぜひ皆さんに来ていただいて、ね、生の温泉ね、生の温泉に使っていただくことでね。いくらね、パソコンの画面見ただけではね、全部伝わらないんですよ。実際に箱をね、現場へね、えー、ライブ会場に足を運んでいただいて、そのホールの中でみんなで同じ酸素を吸い、同じ振動を浴び、共感してね、 で、しかんの素晴らしい歌を聴き、話を聞き、で、そこで大きな渦となって一つになったものをね、で、今回はね、えー、お水ね、こちらの方で準備いたします。500cc のね、えー、えー、ね、ミネラルウォーターを準備しますので、それを種水に、ね、してくださっていいので、こちらで準備いたしますので、えー、ぜひね、来ていただいて、共に、はい、大きなエネルギーを動かして、ね、負の予言を反転力でね、もうなかったことに、 ふどころがね、うんあの、ハッピーハッピー予言に変えてしまいましょうということなんでね、え皆様ぜひ11月25日をね、ね会場にお越しくださいますよろししくお願いしまね<で>、はい、去年、シュカさんのね私、生ライブを初めて聞か,聞かせていただいたときに、まあ、本当に涙が出ちゃってえ、シュカさんの声って、本当だから魂、<う>まあ、ハートにね響くんですよ。すっごく <laughs> うん それぐらい素晴らしいね、声を。ぜ,ぜひね、もう生でやってます。うん、違います。あの、うん、オンラインでね、こうネットなんかで聞くのと。はい,嬉しいです。ありがとうございます。はい、本当に、あの、去年ね、広島で、またね、あの、再開して。それで、まあ、平和記念公園で、ね、一緒にこう、あの、二、うん、人と行かせていただいて。で、その日の夜にね、まあ、あの、ライブがあって、あの、聞いていただいて。まあ 私はその時ゲストだったのでねもう本当になんか一生に一回歌って終わりぐらいな感じだったんですけどお二人が「もう絶対歌った方がいい」っていうふうに言われてもうその言葉がなかったら多分もう今の私はな,ないと思う本当、<laughs> もうそのぐらいなんかやっぱりねあの今まで15年以上ずっと気楽も教えててこの講師をやっていていきなり歌を始めるなんて言ったら全てを失うことになるんですよ。 もうあの新しいねあのことを始めるっていうことはもう全て捨てる覚悟じゃないとできないからまあそうやって全て捨ててあ,のあかりちゃん広島に行かれたのを知っているし私たちが多分なんか、まあ、の前世でねみんな出会ってて この時に生まれてきて一緒にやろうねって多分何か約束をしていくと全然思い出せないけどでもなんで音楽なんだろうねって言ってでもなんか音楽で一緒にやるような日が来るような気がするねって言って何なのかわからないねって会話したんですよな何で一緒につながるんだろうってでも本当に10月1月25日はもうまさかでまさかこんな形でっていうような感じのところに立ち会ってくださるみんなが本当に主役だと思っています あの失われた記憶の中にきっとあるご縁の方が集まって広島っていうもう広島本当に大事なんですよ悲しみとその世界中の痛みや悲しみがね集まるその広島のその重さみたいなものを軽くするのは私たちの笑顔や愛や喜びなんだと思うんですよね。 なのでぜひ皆さんの力を本当にお借りしてあの今回ね本当に日本から光をあのみんなに届けていくってこ,この今の私たちの遺伝子が癒されてそして光となったら本当に、ね、歴史が変わりますそして先ほど言われたみたいに予言っていうのはね覆すためにあるそうなんです昨日スメラさんに聞いたんですけど予言っていうのは 私たちの意識があそこに向かっていかないようになんか愛と喜びと笑いで楽しいことしようってした瞬間にその予言がなかったことになるっていうぐらいに変わってしまうこの現実想像未来のパラレルジャンプですよね。パラレルルワールドはいいっぱいあるんです未来がいっぱいあるんだけども私たちみんなで愛と喜びと笑いの方の未来の方にバンってジャンプしようねっていうのができるのがもうそういったみんなと集ってね もともとだったら日本にあったのは祭りだったんですよ祭りに行ってみんなで歌って踊ってね太鼓鳴らしてっていう風うにやれば盆踊りって誰が主役もないじゃないですかもうあの目の前にいるのは先輩のおばあちゃんたちですよそれを見ながら子どもたちがみんな真似てそしてあのなんか村のね神社とかで行われていたんですよね もう一回そういうような形で是非やりたいなっていうふうに本当に思っているのでねあのあかりさんと根尾久さんが一緒にねあのそこにいてくださる11月25日っていうのは私の全国ツアーのライブの中でも特に本当に意味があるライブになっていますので、まあ、お申し込みのねあのー チケットのお申し込みのサイト、今、チャット欄の方にもあの出してありますし、まあ、YouTube の方とか、Facebook、あるいはインスタの方は、概要欄とかの方、ぜひご覧いただいて、あのぜひとも、あのーね、会いに来てください。 はい、よろしくお願いいたします。出たり入ったり、このこのぐらい。本当ですね。はい、光となったり、影となったりっていう感じ。そうですね。忍者ですね。その時に写す、あの集合写真が楽しみですね。なんか、誰かもう光になってんじゃないのっていう。そう、フェニックスウォーターずっとね、飲まれている方とかね、もしかしたらすごいかもしれないので。ぜひぜひ、見に来てください。もうとにかく、エネルギーを作っていきましょう。 オンラインで話せないことが多すぎて、そうなんです。そなので、そうなんです。なので、トークライブでは本当に話せない真実をね皆さんに語れると思いますので、ぜひぜひ聞きに来てください。本当に。お待ちしてます。ありがとうございました。もう今日は皆さんありがとうございましたはい、では志佳さん指名いかしていただいてよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。なるんでね。はい。では行きますよ皆さん。は三、はい。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。 つ、はい、つなながががるパンザーさんでつながってまままいりりししょう、はい、どたありがとうございました。